僕ね、4歳までの写真が一切ないんです。なんでかっていうと、僕はあの生まれた時にですね、心臓に先天的な血管があって、心臓弁膜症っていうんですよね。8割の確率で1歳で死ぬというふうに言われてたんですよね。足高日,日向鍼灸、えー、骨折院さんからです。すごく面白い説なんですが、一つ疑問が浮かびました。 一つ疑問が浮かびました。え千尋が博の顔を知らないということです。なぜなら、長男が亡くなられていたら、必ず家には仏壇があり、家があると思うのです。千尋はその写真を見てるはずではないですかあのこれ、僕の経験談なんですよね。あのもともと、男の子がいて、長男がいて、でそのことを隠しているという。で家にも写真がないというのは、僕の経験なんですけども、僕ねあの四歳まで。 の写真が一切ないんです。4歳から後の写真はいっぱいアルバムにあるんですけど4歳までの写真が1枚もなくてなんで,でかっていうと僕はあの生まれた時にです、ね、心臓に先天的な血管があって心臓弁膜症っていうんですよね。で心臓弁膜症でまああの幼、えーとね、赤ちゃんの時にこれが発症していて多分その心臓の弁の血管具合にもよるんですけども。 何歳まで生きれるのかっていうので僕の場合はもうほぼほぼ8割の確率で1歳で死ぬっていうふうに言われていたんでで、すよ、ねで。母親はそれを聞いてなんかどうにかなりませんかって聞いたらその心臓が激しく打つことによって死ぬわけだから要するに泣かさなければいいと泣かなければいいと。ということでうちの母親はそこからもう本当に2年ぐらい寝てないそうですね。 2年ぐらい寝ずに、とにかく僕は一瞬でも泣きかけたらあのすぐにあやしてあやしてあやしてっていうのをやってくれたんでですねまあそれでまあ僕は生きてるんですけどもというわけで僕はそので、で写真がないんですよ。子供の頃の写真が一切ないしその出生の,その家のですね記録みたいなものも一切ないとっていうのはもう父親なり母親なりがこんなに努力してるんだけど多分死ぬだろうというふうに思ったんで あらゆる思い出のものを、母子手帳みたいなものを含めて、全部処分してるんですね。僕はそれを小学校ぐらいの時に聞かされて、だからお前には子供の頃の写真がないと。でそれは愛情が深いからこそ、 そののの自分たちの愛情の深さがが怖くなって、両親がですね。だからもう記録に残さないという道を選んだんですけどもこういうのって僕は結構聞きます自分の経験談だけじゃなくてあの子供の頃に兄がいて姉がいてでもそれ死んじゃってでそれがあまりにも辛かったから全部写真捨てたとかですねいわゆるペットロスの時に死んでその瞬間に「 いわゆる砂箱とかですね、そういうふうなものを全部片付けて次のゴミの日に全部出してとりあえず家の中からそのペットがいたっていう思い出みたいなものを全部消してしまった愛情が深い人っていうのは割とそれをして「いや、ね、すいません今のコメントでこんな立派なサイコパスになって」って書いてあって。<laughs> ままあ、まあ、その通りですよね。愛を過剰に受けるとサイコパスになるんん。ですすけどね。みませんあのなので、まあ、あの僕はあの自分で言い出したことなんですけども「あの白、えー、千尋の死んだアニセツ」っていうのにちょっとリアリティを自分なりに感じてるのはあまりにそのことが衝撃的で好きだった場合家の中からそういうふうな痕跡を全部消して で、えー、千尋にも言わないっていうふうなことはありだったんじゃないのかなだって千尋に言ったら余計な罪悪感を与えてしまうしっていうですねこういうふうにですねコメント欄ですね面白いので YouTube のですねコメント欄の方もぜひ見てください岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。是非是非チャンネル登録よろししくお願いしますではではよろしく